金子公園は東京都墨田区金子にある墨田区立の公園である。金子町駅に近く周辺住民のみならず駅周辺の繁華街を利用する人にも利用されている。東公園は1923年に発生した関東大震災によって壊滅的な被害を受けた東京の復興事業の一環として墨田公園、浜町公園と並んで計画されたものである。当地は 元々は帝国陸軍の両末小倉庫であったが公園として整備され1928年7月に開園された。戦時中は空襲からの避難所としての役割や戦災で命を落とした人たちの仮埋葬所としても利用された。こと1945年の東京大空襲においては1万世の遺体が東公園に仮埋葬された。 1945年3月13日、囚人141人で組織された京成噴撃停止隊が近視公園付近の累積死体処理に初出動し、一欠200体収容の大穴10個を作り、トラックで搬入された死体を埋葬した。戦後は人々の憩いの場として使われるようになり、次第に体育館や噴水池などが整備されてきた。また、 公園の北側には隣接して長く成功者の工場があったが再開発によりオフィスや飲食店などが入った商業施設オリナスが2006年にオープンした。当施設をはじめ付近を行き交う人々にも多く利用されている。また、禁止公園もそれに合わせて現在再整備が進行されている。ウィキメディアコモンズには禁止公園に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。